コスト削減も、このままいくと年間4桁万円っていうプロジェクトにできてます。そうですね、1000万円以上下がりそうですね。まずは。会社のインフラである SFA とか CRM とかって、どれぐらい使いこなせるか置いといて、3年、5年、10年とか、まあ、うちだったら十何年使い続けてきたみたいなところなんで、はい、一回ここのアセスメントとかにはしっかり、お金払って、正しい意思決定できるってところを、優先した方が絶対いいかなっていうふうに思いました。そうですね、経営的には本当そうだと思います。この流れで、ちょっとフルードさんの、ここがすごいっていうようなところを、聞いていけたらなというふうに思うんですけれども、はい、こちらも、一つ目は何になりますでしょうか。そうですね、ここも、まあ、さっきの3つと全部逆みたいなところなのかなと思ってるんですけど、さっきの1つ目が上流からこう戦略企画レベルから設計して、オペレーションまでできる人いないですよねみたいな問題だったと思うんですけど、まあ、そこで言うと戦略企画施策オペレーションまで全部やりますよっていうところが1つ目の強みかな。すごい分かりやすいですね、はい、はい、裏返しですね、はい、全部裏返し、はい、で2つ目は他の同業種とか業態でも事例知ってる人、なんかお手本になる情報をたくさん持ってる人少ないですよねみたいな話あったんですけど、これもなんかうちで言うと、まあ、おかげさまで500以上ぐらいプロジェクトやらせていただいているので、いろんなお問い合わせとかご相談とかいただいてもなんか転用できるものがあるんですよね。例えば転用するパターンみたいなところで言うと、1個目はもう分かりやすく、あ、もうドンズバ競合さんのご支援したことがあるので業界のことをよく分かりますみたいなパターンもあれば、2つ目はビジネスモデルは違うんですけど、例えば、さっき人事の話ありましたけど、人事をターゲットにしたマーケティングをしている会社のお仕事はしたことあるので、そのノウハウは転用できます、みたいなところだったりとか。で、それって例えば人事の、例えばスマート HR さんとかみたいなソフトウェアを作ってらっしゃる会社さんでも、人事の制度とかを考えてらっしゃるような会社さんでも、給与計算の BPO をやっているような会社さんとかでも、割と、ターゲットにしている層だったりとか考え方、アプローチの仕方とか結構似てるみたいなところに、そういうのが提案できますよっていうパターンと、まあ、あともう一つは事業のフェーズとかが提案できるみたいなパターンはよくありますね。例えばソーシャルセリングっていうところについてを例に出すと、なんかソーシャルセリングっていう概念みたいなものって、まあ、なかったといえばなかったじゃない。なかったですね。はい。それをなんかこう、吉岡さんが考えられて、ウィルゲートさんでサービス化して、みたいなところを考えていくときに、世の中にはそのフェーズのときには、よし、じゃあソーシャルセリングやってみようって思って、ソーシャルセリングで検索している人とかいないわけですよ。はい。そういうその市場黎明期のときには、こういうマーケティングやるべきだとか、もっと、じゃあ、サービスや製品が一般的になって、まあ、よくキャズムの壁みたいなプロダクトライフサイクルみたいなよくあるやつあると思うんですけど、そうなって競合が多くなってきたとき、劣等者になってきたときにはどういう PR、どういう策やるべきか、みたいなところって結構違ったりするんで、はい、それ構図に合わせた転用、プロジェクトの転用みたいなことっていうのは結構できるんじゃないかなと思ってますね。実際よくやってますね。まあ、確かに、自分もやっぱりソーシャルセリング全然認知ない中で、その、まあ、言葉をちょっと流行らせていこうみたいな時に取った戦略って、はいはい、僕たまたまインテントセールスの、ああ、なるほどなるほど、セールスマーカーの小笠原さんの本にちょっと、はい、出させてもらったんですけれども、なんか小笠原さんがこのインテントセールスの言葉を流行らせるためにやってた活動と、うん、なんか私がソーシャルセリングを流行らせるためにやってた活動が似てるみたいな、あ、いやだと思います。なんでこれが転用できるみたいな話なんでしょうね。いや、そうだと思いますね。まあ、なので500以上やらせていただいているので、まあ、何らかこうやったことがある、もしくはそれにタイプが近いフェーズが近いみたいなのは何らかありますっていうのと、でこれ別にここポジショントークになっちゃうかもしれないんですけど、支援会社だからこそだと思うんですよね。そうですね。で6年やって500みたいなところで行ったときに、例えばある B2B のマーケティングの事業会社でマーケティング責任者を6年やった人って、まあ、その会社のそのフェーズのことにはめちゃくちゃ詳しくなるかもしれないですけど、なんか500をやったことある人、会社そんなないと思っていて。確かに、一つの会社に6年いたらどうでしょうね、15プロジェクトぐらいな感じで、その会社にある、そうですね、なんだか、はい、SFA 導入プロジェクト、あ、ですインサイドセールス組織立ち上げプロジェクトとかで、はい、多分6年で10何個とかは経験できますけど、とてもじゃないですけど500とか不可能ですよね。そうですね。でそれをなるべくこう同じ B2B っていうところでやることによってノウハウを貯めていこうみたいな、まあ、戦略というとあれですけど、大手がやらないことをやってるっていうのが強みなのかなって思ってますね。うん、ありがとうございます。じゃあ3つ目は、はい、あ、で3つ目はさっき
例えば CRM ツールの会社さんとか、サービスを提供されている会社さんが、自分のこう製品サービスを売りたいがために PR してるみたいなところが多いっていう話あったと思うんですけど、うち、なので、逆に言うと、そこをもう全くフラットにしていて、例えばツールも、CRM、SFA みたいなところについても、もう多分皆さんが知ってらっしゃるツールの会社さんと全部お取引あって、はい。で、導入支援とか、運用支援とかやらせていただいてるんですよね。なんで、フラットに良し悪し見て、御社だったらこれだと思いますよ。御社は3年後はこっちかもしれないけど、今これでいいと思いますよ。みたいなことがフラットに言えるっていうのは結構強みなのかなって思ってます。あ、そうですね。なんで、保険、で行くと、なんかね、乗り合い代理店で複数自由に売れる会社なのか、はいはい、なんか分かんないですけど、もう自他の保険しか売れない会社なのかぐらいな感じになっちゃいますよね。うん、そうですね。なので、保険の窓口的ポジションっていうか、なのかなと思いますね。それで言うと。いや、でもそれはいいですよね。やっぱり、いっぱいやってるからこそ、記者のフェーズとか、記者の状況だったらこれがいいみたいなところを、やっぱ客観的にアドバイスしてくれるのって素敵だなと思ってまして。ああ、そうですね。はいはい、でやっぱり、わかんないです。なんか CMO の人が、あれですよ。なんか、前職で自分がめっちゃマルケット使ってたから、みたいな。新しい会社に入って、導入するときに、あ、なんか、俺マルケット詳しいからマルケットにしとこっかなみたいなこととかってやっぱありますもんね。なんかさっきの話じゃないですけど、その会社の規模感とか使い方とか組織のフェーズみたいなところにちょっとマッチしてなかったりとかして、はいはいはい、とかよくありますね、はい、ありがとうございます、はい、うん、めっちゃイメージついてきました、はい、じゃあ、具体的に支援事例もちょっとお伺いしていきたいんですけれども、はい、一旦なんか一番分かりやすいのを、うち支援してもらってるんでなんか その話いいかなと思ってまして、ね、はい、直近でフルードさんにお願いしたところでいきますと、うん、ウィリゲート、もう2007、8年ぐらいから、ですよね、かなり前から某大手 の SFA、導入させていただいていて、うん、気がついたら年間数千万円はい、ライセンスフィーみたいな形で払っておりまして、でこれが結構コストとして重たいなみたいな、うんうん、話に加えて、昔は、プロダクトが SEO しかなかったので、あ、そうですよね、コンテンツモデルだったのが、ウィリゲートちょっと多角化、してきたんで、まあ、ベンチャー IT とかして M&A 仲介の授業あったりとか、うん、あとソーシャルセリングを始めて、営業のリード獲得の、支援、あと、プロトルっていう、フリーランスの人材事業があってみたいな、はい、ところなので、でそうすると現状のやっぱ SFA の運用方法がちょっと SEO 事業に、寄っちゃっていて、うんうん、なんか新規事業は Excel で管理してたりとか、はい、M&A 事業は謎にバックログで管理してたりとかなんか各事業謎な進化を、遂げていて、これもう どうすりゃええんやみたいな時に、はい、松永さんにご相談させていただいたっていうような、あ、まあ、そんな経緯でございます。そうですよね、はい、まあ、そうなんですよね。でもともとそのかなり前に MA ツールと CRM のツール導入されていて、まあ、そこ年間ほんと数千万円という話になっててっていうところは正直驚いたっていうところでした。で、いろいろあって、我々いろいろお伺いした結果、はい、まあ、結論はハブスポットとゾーホを使い分けるっていう方法がいいんじゃないかっていう結論になったんですけど、まあ、コスト削減もこのままいくと年間4桁万円っていうプロジェクトにできて、そうですね、1000万円以上下がりそうですね。まずは、そうですね、良かったなっていうところですよね。はい。で、はい、でこれって、僕はどちらかというと、うん、もう、役員会で、ちょっと経営課題みたいな形で、うんうん、上がってきて、で当然役員会で議論の末、どうしようって意思決定した、経緯はよく分かってるんですけれども、はい、ただ、結構現場でのもううちのいろんな部門の、メンバーと、フルードさんが打ち合わせしてもらってみたいな、うんうんうん、なんか、細かい進め方みたいなところはむしろ僕より松永さんがよく分かってらっしゃるんじゃないかなと思ってまして、あ、そうですよね、なんか どんな感じでこうプロジェクトというか、 なんか話が進んでったのかっていうのは どんな感じだったんですか。わかりました、ありがとうございます。これ僕ら全体的にこういう進め方することが多いんですけど、プロジェクト始めるときにですね、めっちゃ事前調査やるんですよ、特に CRM とか SFA 系は。で、ウィルゲートさんの場合ももちろんそうですと。で、3ヶ月間、そのためのプロジェクト組ませていただいて、関係者の方、マーケの方、MA 使ってるマーケの方、CRM で家電されてるインサイドセールスの方、営業されてるフィードセールスの方、どちらかというと販売管理とか、請求管理みたいなところとか、
あとコンテンツマーケティングの、コンテンツの納品管理みたいなところも使われてたりしたので、こういう関係者の方々と3ヶ月間、こう、じゅんぐり、こう、面談をさせていただいて、で、いろいろと事業をお伺いして、じゃあ、この構成がベストだろうっていうところを作っていきました。でも、僕、これってめちゃくちゃすごいことだなって、なんか思いまして、コンテンツの管理の、そこに使ってるのかみたいなこととか、下手すると僕よりも松永さんの方が詳しいみたいな、なんか、そういったことが起きてるなっていうのを思ってまして、結局、プロジェクトの一部はそうかもしれないですね。もう。なんかこういうプロジェクトって、やっぱ、はい、内製するか、外注するかみたいなところなんですけれども、うん、これ内製でやるにしても、全部もの事業責任者に話聞いて、SFA をどういうふうに使ってるのかみたいな ところを情報収集して把握するのって、むちゃくちゃ骨が折れることだなっていうのを思ってまして、やっぱそこを ね、はい、外部のプロに巻き取ってやってもらうみたいなことって、マジでありがたいなと思いました。そうですね、骨は確かに折れます。はい、でなんで3ヶ月がっつりやらせていただいて、しかも先ほどあったように、もともとウィルゲートさんってコンテンツマーケティング、SEO の支援みたいなところだけでやっていて、でそこをこう、そこに特化したシステム構成で作っていってた。で、その中で M&A ができて、セールステックができて、で、そこから人材ができてみたいな流れの中で、なんかここで作り込んだものに他の事業部がいまいちフィットしないみたいなところっていうのはなんか分かってきたなっていうのがその3ヶ月の中ですごい分かりましたと。そうですね。で、特にややこしいのが M&A だと登場人物が、SEO だと顧客の管理みたいなところなんですけれども、ね、うんうん、M&A 事業だと、なんか売り手と買い手っていう概念があったり、はい、人材事業だと候補者と企業っていう概念があるんで、はい、なんか、今までのやり方じゃできないみたいな、そうですね。ことも起きてましたし、で、特に SEO 事業の方は、請求書を出すみたいな、ところまで、なんか、うんうん、連動させていて、じゃあ、なんか、他部門は、じゃあ、それどうするのかみたいなこととか、結構、ね、やっぱ一つの事業に寄せて、やってきたんで、なんか、他部門に転用するのしんどいっていうふうに思いましたね。そうですね。これでも、ウィルゲートさんだけじゃなくて、事業部が増えていく会社さんとかって、結構これあるあるです。で、あと、それこそ、どこかから会社がグループインして、新しい事業部ができましたみたいな時に、もよく統合のご相談とかいただくんですよね。オペレーションってもともと全然違うし、ビジネスモデルも違う。登場人物、今の売り手の買い手の話みたいなところもそうですけど、まさにそういうところはプロセスなんで頑張ってプロセスを書いて、でどういうオペレーションがいいのかっていうのを決めてみたいなところですね。でツール選定してみたいな、初めて入れるんですみたいな、会社だと結構やることってシンプルなんですけれども、そうですね、うちみたいになんか複数事業あってみたいな、はいはい、感じで、なぜか M&A 事業はバックログをなんか使ってるみたいな、本来バックログはそういう使い方しましたっけみたいな形の独自の進化をしてるところの、はい、情報を収集して要件整理して進め方やるのって、結構その領域のプロフェッショナルの方じゃないとやれないなと思いました、ね、そうですね、それは確かにそうかもしれないです。業務のプロセスの理解とデータアーキテクチャみたいなところの理解、さっきの話で言うと、どういうデータベースの構造にツール側はなっていて、なので、この営業プロセスの、このじゃあ、例えば売り手と買い手を紐付けるっていうオペレーションは、このデータの構成に沿ってここを参照しないといけないね、みたいなことだったりとか、こことここに同じデータを打ち合うと二重管理になるね、みたいなところは、なんか業務側とデータ構成側とどっちも分かってなきゃいけないんで、なかなかこう大変だったりするなと思いますね。なんで、なかなか社内でそこ、完全にできてらっしゃる会社さんってそんな多くないかもしれないと思ってます。そうですね。で、今回みたいに3ヶ月間事前調査アセスメントみたいな、はい、ことを、するのって、大体おいくらぐらいでやってらっしゃるんですか？そうですね、3ヶ月間なんかうちのプロジェクトマネージャー、まあ、僕だったりすることもありますし、エンジニアとかが関係者とのミーティング毎週セットさせていただいて3ヶ月間みたいな感じでやってますと。で、そのいわゆるその事前調査は費用的には80万円ぐらいから120万円ぐらいっていうところでオファーさせていただいていることが多いですと。まあ、ただ、これ、プロセスの複雑さにもよります。ウィルゲートさん4事業部だったのであれなんですけど、直近ご相談いただいてるので13事業部あるみたいな。それやばいっすね。3ヶ月で終わるかなみたいな。いや、3ヶ月で終わるです。終わらないっすよね。そうか。13事業部で、ゆくゆく、この事業部もこの会社に、統合予定ですとか、そんな感じになってくると、もう、結構大変ですね。ありがとうございます。で、結局、うちの場合ですとね、年間1000万単位で削減で、これ嬉しいのは、うん、ずっとこの後ね、5年、10年っていうことを考えると、ね、5年スパンで見たら5000万みたいな、ところなんで、うん、全然80万とか120万円かけて、調査して、
で正しい意思決定ができることって超重要だなっていうのがあそうですねまして、はい、なんでうちも結局なその、ね、年間数千万円をもう10年以上とかやってるんで、やっぱ、うん、この会社のインフラである SFA とか CRM とかって一回導入したらそう簡単には変えられねえぜみたいな形なので、ね、まあどれぐらい使いこなせるか置いといて、やっぱ、うんね、3年5年10年とか、まあ、うちだったら十何年使い続けてきたみたいなところなんで、はい、一回ここのアセスメントとかにはしっかり、お金払って、正しい意思決定できるってところを、優先した方が絶対いいかなっていうふうに思いました、うん、そうですね、経営的には本当そうだと思います、うん、ちなみになんかうちみたいなあの似たようなシチュエーションの会社さんとかも、はい、多いと思っているので、うん、なんかもうこういうのって気軽にご相談に乗っていただける感じなんですか？ああ、もちろんです、もちろんです。まず僕ら、営業 DX.jp っていうメディアをやってて、で、そこから結構無料相談みたいな感じでいただいてるんですよ。はい。で、後でこの動画の、リンクにも貼っておいていただければと思います。あ、はい。概要欄に、はい、相談の問い合わせ先記載しております。ああ。ありがとうございます。この動画を見てお問い合わせいただいた方には、僕らも事情調査、無料で入らせていただいたりとかっていうところもしますので、よかったら、ビジオタチャンネル見ましたっていうふうに問い合わせいただけたらと思います。はい、わかりました。で、もうあれですよね、問い合わせ先も書いておきますが、松永さんの SNS とか記載してても大丈夫？ああ、もちろんもちろん。はい。はい、結構そういった形で、書籍とか、YouTube とかで DM とかでお問い合わせいただくことも結構多かったりするので、大歓迎です。はい。で、社員の方は私に声かけてもらえれば、はい、松永さん、Facebook でグループ作成して、はい、つなぎできたらなというのを思っております。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ、改めてですね、なんか、フルードさんの今後目指していくところの成長戦略であったりとか、松永さんがフルードをなんかこんな会社にしていきたいんだ、みたいなところがあれば、ぜひお伺いできたらと思ってます。うん、あ、はい、わかりました。それで言うと、先ほどもあったように、なんか僕ら、逆張りで B2B をやって、で、かつ、特化して全部やります、みたいなところをやってるので、なんか、量的な成長っていうのはあんまり目指してないんですよね。で、だし、B2C もやらないっていうところを考えていて、でなんか僕らはこうあくまでもこう B2B マーケット営業っていうところの専門家っていうところのポジションをですね、こう確立していきたいなっていうふうに思ってます。そこ言い切るところもなんか むちゃくちゃ素敵だなっていうのを思いましたね。うちもやっぱり最初 SEO 事業以外になんかウェブ制作も やったりとか、はいはい、なんかシステム開発もやったりとか、なんか メルマガの執筆代行とか、はいはいはい、LP 作ったり広告運用したりみたいなのをやったんですよ。で当時は、学生ベンチャーだったんで、そうですよね。なんで自分たちがもう営業力がなかったんで、一つのお客様が欲してることをもう御用聞きで全部提供するっていう形にならざるを得なかったんで、うん、なんか SEO 任せていただいたらまた SEO 任せてもらうのってなんかサイトが複数ない限り難しいじゃないですか。ああ、そうですよね、はい、うん、なんで結構もう何でもやるっていう形にしちゃったんですけれども、はい、むちゃくちゃ社員育成であったりとか、まあ、当時自分たちが学生で何のもうレベル1から旅が始まってにもかかわらず、さまざまなことをやろうとしたんで、むちゃくちゃ大変だったんですけれども、まあ、松田さんのところは B2B に絞って、らっしゃるといえども、B2B の中で結構幅広くあり、かつコンサルティングだけじゃなくて、代行まで、やられるってところなので、そこちゃんとできるように、されている。でかつ無理な成長を目指すと、はい、ここしかやりませんみたいな形で、ああ、そうですね、はい、本当に。で教育領域絞った方が楽ってところを、なんか難しいところも含めて全部やるんだみたいな風にされてらっしゃるところが本当オンリーワンだなと思いました。ああ、そうですね。確かになんかたまにちょっと迷う時もあって、これ例えば広告運用とか制作とかそういうところにだけ特化してすると、その必要なスキルの数っていうのが圧倒的に減るので、その方がスケールしやすいんじゃないかなとかっていうのは、やっぱり一経営者として考えたりもするんですけど、まあでもそっちはいいやと思ってますかね。いや、素敵です、はい。はい。先ほどの例じゃないんですけど、ね、13部門あるところのね、SFA とか CRM どうすんだみたいなところって、僕、相談できる相手がまだほとんどいないだろうなっていうね、はい、思ってるんで、うんうん、はい。なんで、結構、あ、うちみたいな事例ないだろうみたいなところもあるよみたいな、ね、何相談してもあるよみたいな、そうですよ。結構自分の業界特殊なんですよねっていう人すごい多くて、はいはいはい、でいろいろ蓋開けて聞いてみると、いやでも全然それって特殊じゃなくて、例えばこの業界もそうですよみたいなこと言うと、ああみたいなことあったりするんですよ、はい、そのあたりはなんか強みかもしれないですね。逆にね、なんか全く違う業界だけれども似たような感じになってるところでやってきたところって、うん、
一番なんかこうチャンスがあるというか、なんかあの同業はお互いの同業を結構あのパクリ合ってウォッチしてるんですけど、はい、なんかね、謎な業界ってウォッチしてないので、はいはいはい、その手があったかみたいなことがありますよね。いや、そうなんですよね。だから売り方とか製品の PR の仕方とか製品戦略マーケ戦略とかも意外となんか面白いことやってる会社さんが別の業界にいたりして、うんうんうん、それ仕組みだけ転用できますねみたいなことが結構あったりするんですよね、うんうん、それはすごい面白いと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ、ぜひあのおっしゃられてた今回特別特典みたいな、ところ で、 ああで、ね、はい、冒頭ご説明あったなんかあの書籍プレゼントみたいなところで、はい、ちょっと特典企画についてご説明いただいてもいいでしょうか。はい、ありがとうございます。なんかそれで言うとあの書籍をあのプレゼントさせていただこうと思ってますと、あの僕が2021年に書いたあの B2B マーク、事業務効率化から始める B2B マーク営業 DX っていう本なんですけど、はい、ちょっと画像出しておきますね。はい、あ、ありがとうございます。プレゼントさせていただこうと思っています。で、例えばこの無料、さっきお話しした無料相談会でビジュアル見ましたみたいなこと言っていただくか、もしくは DM とか、僕への DM、Facebook、Twitter などの DM とか、吉岡さん経由で DM いただいてとか、で、ビジュアル見ましたって言っていただいたら、無料相談&それをプレゼントさせていただこうと思います。え、で、無料相談はあれですか、ま、松永さんにお願いできる感じでいいんでしょうか。ビジュアル見ましたと言っていただければ、大丈夫です。ね、いや、でも、あの、いや、ありがたいことですよね。あの僕も、ウィディゲートに問い合わせあっても、なんかお問い合わせで私が出ていくこととかって、あの基本的にはないんですけれども、はい、あの、ビジョンと見ましたって言ったらですね、あのフルードを作り上げてきた、ね、はい、あの創業者の松永さんに、あの、根掘り葉掘り相談に乗ってもらえるって、ところは、あの、激しくプライスレスだと思いますので、はい、はい、あの、ビジョンとの拡散力すごいって聞いてるので、ちょっとドキドキしてるんですけど、めっちゃカレンダー埋まっちゃうかもしれない。ですね。はい、はい、はい。なので、書籍もむちゃくちゃ、勉強になるんで、あの書籍欲しいって方もそうなんですけれども、はい、本当に、あの、B2B いろんな悩みがあると思いますので、うん、なんでやっぱあのそもそもリードが少ないとか、受注率が低いとか、管理ができてないとか、うん、採用育成できないみたいな、うん、あらゆる悩みに対してもですね、500以上のプロジェクトを手掛けられてきた松永さんであれば、うん、はい、あのベストな回を、出してくださるかなというふうに思っておりますので、はいはい、ぜひご相談、いただけたらというふうに思っております。でビジネスオタクチャンネル、やっぱり、まあ、視聴者の方が経営者とかビジネスパーソンの方々が、多かったりするので、改めて、まあ、今日の、振り返りでもいいですし、なんか視聴者の方に伝えたいメッセージがあれば、松永さんからお願いいたします。あ、そうですね、それで言うと、うちの会社さんの、結構特殊なポジションかなと思ってて、あえて B2B に特化して、あえて全メニューフラットにありますよっていうところを押して、やってるので、もしお悩みとかがあれば、いつでもご相談いただければと思っております。ありがとうございます。で私も最後にお伝えしたいと思うのが、やっぱりこの視聴者の皆さんの、あの会社のプロダクトも、うん、おそらくあの素敵なプロダクトが多いんじゃないかなというふうに思ってまして、うん、で、まあ、日本のお国柄かもしれないんですけれども、なんか本当に、日本の企業って、真面目で、なんか顧客志向な、会社がすごい多いなっていうのを思ってるんですけれども、一方でマーケティング と、セールスが、下手くそなので、なんか顧客満足度は、高いのになかなかこう事業がグロースしていかないみたいな、うん、会社さん多いかなというふうに思っております。なので、フルードさんにマーケとかセールスの領域でご相談いただけると、皆さんの会社がこうグググって伸びていく一つのきっかけになるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ松永さんに無料相談してもらえたらなというふうに思っております。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ松永さん、本日は、貴重なお話ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。今回の動画についていいねや感想をコメント欄にてお待ちしております。チャンネル登録もよろしくお願いします。また X や Facebook で、投稿してくださった方には、私もいいねやリツイートなどリアクションさせていただきます。ビジネスオタクチャンネル、今スポンサー出演者を大募集しております。 B2B で認知を広げたい、お問い合わせにつなげたい方は、ぜひ出演の検討のほどよろしくお願いします。興味がある方は私の SNS までご連絡ください。